および注意事項をさせていただきます。藤沼湖自然公園復興プロジェクト副委員長名古屋明よりご説明申し上げます。皆さんおはようございます、はい、こんにちは。本日は早朝からありがとうございました。それでは係の方から食事方法の方をご連絡いたします。まずに朝おいでになった時に整理カードをいただいたと思うんですが、その整理カードの番号と食事する場所に同じ番号札があります。それを皆さんを誘導していくのが今両端に旗持ちさんがいますが、ちょっと旗持ちさん前に出てください。全員全員お願いします。でこのように1から、50とか51から100とか番号札、数字はまちまちなんですが、会場の食事場所を示した地図にこの数字も載ってるんですが、まずはこの旗印をもとに皆さんお集まりいただいて、この旗持ちさんの係員さんがエスコートしますん でそこの食事場所までご移動お願いします。それであまりそんなに難しい内容ではないです。あらかじめ穴は掘ってあります。ですのでその苗の方を入れてもらって、上土をかけてもらって、できれば足でポンポンと踏んでもらえれば助かるかなとは思うんですが、その程度で今日の作業は結構なので、皆さんよろしくお願いします。ではそれでこの後この旗印の方にお集まりください。ではよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ではですね、今度こそ代表の方による記念書